はい、皆さんこんにちは。教育学科定のヒロンと申します。今日ですね、ちょっと昨日のライブで生徒に舐められないようにするためにはどうすればいいですかっていう質問があって、その話題で結構盛り上がったので僕なりにまとめたものがあるので、それをちょっと言っていこうかなと思っています。全部で7個あるんですが、前半の3つは比較的簡単で、後半の4つは少し難しいので簡単な順に説明をしていこうかなというふうに思っております。そもそも人を舐めるってのはどういうことかっていうと、上下関係で見る、上とか下で人物事を判断するってことだと思うんですよね。なので生徒が仮に自分の上で先生が下って見てる場合に、その関係を対等な関係に戻すときにどうすればいいですかっていう話になるので、生徒の上に立って威張り散らすための方法じゃないので、その辺だけは理解しておいて聞いてほしいのかなというふうに思っています。ではまず一つ目ですね、見た目ですね。これは顔を変えましょうっていう意味じゃもちろんなくて、髪型、あと眉毛とスーツの着こなし、この辺はねすぐできると思うんですよ。塾講師のアルバイト始めてれば大学生ですよね。髪型どんな風にしてもね、眉毛どれぐらいの濃さ薄さ太さにしても別に誰にも怒られないし、スーツ何着たって別に誰も怒ってくる人いませんから、その辺はねきちんと整えてほしいのかなっていう風に思います。小学生、中学生、高校生で人をこう上とか下とか、自分が上か下かみたいな判断をする子っていうのは、非常に見た目によるファーストインプレッションで物事を判断しがちなので、このあたりはしっかり整えていった方がいいっていう風に思います。これは比較的簡単にすぐできる、まあぜひやってほしいのかなというふうに思いますね。二つ目がですね、声の高さと大きさですね。でかすぎる、高すぎるはダメなんですけど、まあ今自分が話してるトーンよりも、まあ、ワントーン、ツートーン、大きく、高くするっていうのはいいかなと思います。声がハキハキするんで、自信があるように見えますから、まあ自信がありそうな人を下に見るっていうことを子供はしないのかなと思うので、その中でも、人によってはもうほんと3トーンぐらい上げて、大きくして喋るっていうのを心がけると、自信があるように見えるので、かなというふうに思います。3つ目、これ意外だと思うんですけど、時計ですね。これね、あんまり気にしてる人いないと思うんですけどね、これ時計の重要性ってねめちゃめちゃ大きくて、なんでかっていうと、まず男性で装飾品つけるって言ったら時計ぐらいしかないんですよ。で、女性はピアスとかもあると思うんだけど、ピアスってね分かりにくいんだよね、どれぐらいのブランド性があるかとかって。時計って個別指導でもそうだし、集団授業でもそうなんですけど、チラチラ見えるんですよ。で、装飾品のそのおしゃれ度がその人の人間の価値を決めるわけではないけれども、高い時計とかおしゃれな時計をつけてると、男子はあ、なんか高そうな時計つけてるな、女子はあ、先生おしゃれな時計つけてますねって、こうやって思われるだけで舐められないんですよね、不思議と。やっぱり子供ってのはね、第一印象でその人の評価をパッて決めてしまって、なんか自分よりも上か下かみたいな判断をすることやっぱりいます。これはねしょうがないんですよ、思春期だからね。その時に下って思われるといろいろね問題が起きてくるんですよ。宿題やってこない、言うこと聞いてくれないとか、まあそういう問題が起きるぐらいだったら何かしらの方法を使って対等な関係に持っていくっていうのが僕は必要かなと思ったので、この3つをね紹介させてもらいました。あとはねちょっと難しいんで、後半でベラベラと喋っていこうかなと思っております。はい、じゃあ参考になりましたら高評価、チャンネル登録のよろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、で4つ目なんですけれども、ちょっとね人によって難しいし、なんじゃそれだと思うかもしれないですけど、各学年の男と女のねリーダー格としっかり関係を築いておくってのは、これ非常に重要かなと思います。彼らはもう思春期真っ只中ですから、リーダー格の言うことには逆らえないんですよ。リーダー格の言ってることは正しいという社会の中で生きてるんですよね。リーダー格がなんかあの先生つまんなくないって言った瞬間に、みんなあの先生はつまんないって評価になって舐められるというような態度を取られたりするっていうケースが起きるんですよね。だからリーダー格ちゃんと押さえておかなきゃいけないっていうのはあると思います。特に集団授業の場合はがっちり押さえておいた方がいいのかなというふうに思いますよね。まあリーダー格が男女で一人ずついる場合もあるし、もう男一人もしくは女一人の場合もありますけども、いろんなパターンがありますが、リーダー格から押さえていくっていうのは重要なのかなと思います。で、5番目と6番目がまあほぼセットなんですけど、授業がうまい、話が面白いですね。まあ、これだけで全然違います。授業がうまければ尊敬の目で見られますから、これだけでまず舐められません。で、話が面白いってだけで、面白い人って尊敬に値するわけなんです。
んですよ。だから授業が上手、面白い話ができるっていうのは、まあセットでできると本当はいいんですけども、片方あるだけでも十分かなと思っていて、まあ授業が上手くなるの方が少し簡単かなと僕は思ってます。まあ研究すればいい話ですかね。面白い話をするっていうのはね、結構勢いとかね、あの空気を読まなきゃいけない部分もあったりするんで、まあ比較的難しいんで、まあ後に持ってきました。この辺ができるとやっぱ強いかなというふうに思いますよね。だから普段は結構おちゃらけてるような先生でも、授業だけはめっちゃ上手くって、もうバシッってやれると、逆にそのね、ギャップにね、生徒って惹かれる面って大きいと思うんですよ。この先生普段はおちゃらけてるけど、授業はめっちゃ上がりやすいなってだけでね、尊敬されるんですよね。だから僕は難しい方に持ってったんですけど、まあ人によっては簡単の方な部類なのかもしれませんね。じゃあ最後7個目なんだけど、これもちょっとトリッキーな技なんですけど、スポーツに詳しくなって一緒に盛り上がるっていうのがありますね。あのね、これね、ちょっと偏見かもしれないんだけど、その生徒が先生のことを舐める、バカにしてるような態度を取ってくるのって、いわゆる人を上とか下っていう風に、まあ、判断するという思考じゃないですか。人を上とか下みたいな風に判断するのって、いわゆる体育会系の思考なんですよね。体育会系の思考が染み付いてる子とかは、本当は間違ってるんだけど、良くない思考を持って先生のことを舐めたりバカにしたり蔑んだりするわけなんですよね。なので絶対ではないんだけど、まあ、いわゆる野球部の子とかサッカー部の子っていうのは、そういうものの見方をする例っていうのは僕は数多く遭遇してきました。もしかしたら偏見かもしれない、たまたまかもしれない。だからその彼らと一緒に対等に野球の話ができる、対等にサッカーの話ができるっていうのはね、これ非常に大きいんですよ。これがやっぱ僕は最高難度だと思って、で僕はもともと野球やったし、野球が好きだから野球の話にはついていけるけど、僕はサッカーはそこまで詳しくないから、さすがにそのワールドカップとかね、年始にね、全国高校サッカー選手権とかありますから、その辺ぐらいの情報はしっかり押さえといて、どういう選手がどういう活躍をしてとかはスポーツニュースでまとめて見られるわけですから、ちょっと把握していった方がいいかなと思います。だから上とか下で見る、上下関係で見るっていう子たちと対等に会話で渡り合えれば、もう対等な関係なんですよ。だからそういうものの見方をする子たちを狙ってスポーツに詳しくなるっていうのは、僕は一つ方法としてはありかなと思ってるんで、全くスポーツ興味ない人にとってはめちゃめちゃ、難しい話なんですけど、スポーツニュースって運のいいことに朝のね6時台7時台もやってるし、塾講師の仕事が終わった23時台24時台にもね全然やってるんで、毎日この時間に作ればこの時間にニュースが始まるのねみたいなのありますから、そこで CL でもいいと思うし、ネットニュースとか見て CL でもいいと思うんで、僕はこの方法は結構ね使えるかなっていう風には思ってますので、まあちょっと7個言ったんで、活用できる範囲内で活用してみてほしいのかなというふうに思っております。でちょっと補足なんですけど、さっき3番目に時計って話したんですけど、これは時計ね、おしゃれに見えるよりかはね、ブランド物の方が僕はいいと思います。ブランドを身にまとってれば、その人の価値が高いとか低いとかってのは間違ってるんだけど、小中高校生っていうのはそういう目で見てるんですよ。人を見てる子もいるんですよ。しかももういかにも小中高生でもね、知ってるようなブランドの方がまあいいかなと思いますので、各自の判断に任せますけれども、まあそういう風にしていただければいいのかなと思います。はい、ちょっとまあ偏見の多い内容だったかもしれませんけれども、参考にしていただければと思いますので、まず1からやっていくのがいいかなと思います。では終わりにしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。